あ、漫画家のカッピーです。ひだきのエレン描いてます。今日はエレンの作画のニフニさんが渋谷でポップアップをしてるってね言ってたよね。それに行こうと思ってるんですけど、その前に娘を公園に連れていかないとこんな顔をしてるので、公園に行ってから渋谷にこんにちは、ポップアップに行こうと思うんですけど、果たしてたどり着くでしょうか。今この中なんですけど、車の中です。イエーイ、ね、ここね、です。どこ行くか、道路地の公園です。公園に行ったらどこ行くんだっけ。にふにさんのやつ行く。分かってる、 あなた分かってる、でね、で公園に行ったらむむし、なんだっけ、にふにさん、にふにさんのところ行きます。イエーイ、あったない、 あったよ、うん、葉っぱ、はい。じゃあさ、そやちゃんさ、この辺でさ、なんか買ってきて、お外でご飯食べる。生えてる葉っぱはさ、生きてるからね。なんで？生きてる葉っぱは抜いちゃダメよ。これは地球に落ちてた。はい、これそれちゃん選んだ。本当だよ。喜ぶかな。同じ形だよ。同じ形に。パパ。あり。パ。パ。はい、行きます。変わって、はい、ストラちゃん、ここはどこですか。ここは、パパの子供たちの渋谷。渋谷ね、はい、渋谷です。ここがにふにさんのポップアップです。これ見てる、エレンね。パパ、すげえかっこいい。キラキラにしてね、めっちゃかっこいい。本当だ、キラキラになってる。パパのエレンね。うん、ね、パパ一応パパのお仕事ね、俺たちのお仕事。そうだよね。お世話になってます。ニフニさんもだよ。ニフニさんが書いてる。ニフニさんが書いてるんだよ。うん、結構なんかこれ見て足止めてくれる人結構いて、うーん、嬉しいね。パパ、かわいい。でもね、アートとしても飾れるし、そのアクセサリーを置くフレームとしても飾れるし、めっちゃいいね。めっちゃかわいいです。推しの子をみんな連れて帰ってます。かわいい。パパ、原価、セット原価してもって感じ。すごい。折り紙って何か作った？これはママの分で、これはソラちゃんの分。お、ソラちゃんのがピンク可愛いね。デザインは？デザインは私自分で。マジで？本当にいられが使えなくて泣きながら作りました。めっちゃおしゃれだね。本当ですか？嬉しい。いや、なんかもう本職のデザイナーさん見たら笑われるんじゃないかなっていうぐらい。いや、なんかデザイン誰かに頼んでんのかと思って。いや、自分でやってみました。めっちゃかっこいいね。今回は、近くまで自分でやってみようの回だったので。すごい。本当に。これでにふにさんの、にふに。あー、確かに。おー。爆笑。このキャラクターは今後もやってくるんですか。私のなんかイベント出たりとかするときに、動物にしたりとか、なんかストーリー考えるときとかに使ったりとかみたいな、ちょっと育てていきたいなと思ってるキャラクターたちです。名前は何？名前はちょっと今まだ公表してない状態。あ、そうだね、秘密なの。謎の二人組っていうところから。いいね。ムラちゃん、ムラちゃん。
かといろんなこうなんかコラボみたいなこともできたら楽しいなと思ってて、あんまりなんか私の中で設定がガチガチに決めすぎず、特別展開に合わせていろいろなんかどうなっていくか私も楽しみです。違いますけど、サントリーの、あのプレモルのコラボの時の営業さんも来てください。あ、じゃあ俺多分合ってる。ちょっと僕人の名前覚えられない病語なのでちょっと名前は分かんないけど。でも営業の方だったから、なんかそういうなんか名前とかはちょっとなんか載ったりはしてなかったけど。サントリーの仕事またやりたいな。はい、ビーニーとこの灰皿ライターセット、あとこの可愛いアクリルのブロックのこのセット。ラス位置だった。買います。ありがとうございます。なんかどれが売れてる、どれが売れたみたいなのってあります？どれが売れたは、これも1種類、もともと3種類だったんですけど、これもあと1種類しかなくなっちゃった。へぇ、これが一応そのシリアルナンバー入りの限定のやつで、なくなったんで急遽これを今週末も見たんですけど。なるほど。もうなくなっちゃったんですけど、結構でかいこんぐらいのアートパネル作って、へぇ、1日で売れちゃって。それはどこの絵とか？あ、そうですね、この絵のなんか背景付きのなんかでかいカラーのやつ。ああ惜しかったな初日に。でもね、やっぱこういう物販の法則で、はい、高いのから売れるんだよね。そうなんですね、うん、もう本当に次回は高いのは受注生産にした方が。いや本当に、いや富山から持ってきてるんであんまり物量あってもらって、そうだよね、いくら5万だ。ああそれは売れるわ、一瞬で売れるよ。あ、なるほどね、確かに。じゃあこれ、これもください。このこれ、ありがとうございます。今2個ある。この黄色の子がいい。あとこのグレーのキャップください。すごいいっぱい買ってくださいインバウンドの人みたいです。ママどこ？ねえ、ママどこ？ママどこだ？電車がしに行こう。いいよ、ちょっと待って。ちょっとやめなさい。やめなさい。あるよ。どういう説明の自己紹介？パパチンチあるんだよ。うるさい。セクハラ。ございました。はい。じゃあそらちゃんバイバイ。チラ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 。はい、じゃあ買ったものを紹介します。まずこのキャップと、あ、ビーニーとキャップ。なんか黒地のやつもありましたけど、私は今日グレーを着てたのでグレーにしました。直筆サイン入りのなんか17日までやってるんで、欲しい人は急いだ方がいいかもしれない。このね、謎の女の子シリーズがね、僕はこっちの黄色い子推しなんで、うん、かわいい、かわいい。ちょっとエレンのルーシーっぽさもちょっとある。かわいい、かわいいよね。これはどっかに飾ります。あとこれキーホルダー、黄色いこのキーホルダーと、これさ、もう今日あげないとダメじゃん。そうだよ、俺はね、いつもね、 YouTuber 撮った日に編集するっていう、すごいんだけど。え？すごい。縛りプレイをしてるんで、ね、撮った日にやんないと、どういうシーン撮ったか忘れない。あいざらさ、この前なんかさ、買ったじゃん、おしゃれなやつ、うん、外に置いといたら、おしゃれな部分が全部剥がれたじゃん。あれ何なんだろうね。あれはね、だから良くないハイドラで、これはちゃんとこの後ろにちゃんと良くない灰皿、ちゃんとした印刷がされてて、うん、これはいい灰皿ですね。うん、これはだからいくら使ってもこの おしゃれ部分が取れないんで、これはいい灰皿です、ね、いいライターです、ね、本当だ、かわいい。こういうさ、なんかこういうデザインとかも全部自分でやったんだ。へえ。普通になんかイケてるデザイナーと組んでやってるのかと思ったけど、全部自分でやってると思う。すごい。なのでもう17日
が最終日らしいんで、これはもう今日早く編集してアップしないといけないので頑張って編集します。あと女性の人はなんかアクセサリーがあったんで、あの三船さんのアクセサリー、ピアスとかつける人は見てください。で、宮下パークのおすすめはありますか？私、うん、宮下パークせっかく来るだったらここを寄った方がいいよ。屋上じゃない、やっぱ。あ、屋上ね。屋上広くて遊べるし、ね、屋上はなんかチルできるんでいいと思います。はい、こんな感じでどうですか？はい、はい、いいですか？良くないです。え、伊藤ハウスとの差が激しすぎて私は良くないです。伊藤ハウスの時本当やる気がないので。違うよ、私は出しゃばんないようにしてるだけじゃん。自分のチャンネルは気合が入っているので不満があります。伊藤ハウスは声の張りが違う。やる気あります？ないです。伊藤ハウスないです。なんでよ。